はい、カッパチェブクロ、カッパ園長です。さて、最初のお話はね、なんかホタルの墓あるじゃないですか。あれの実写版ってどうでしょう？ご覧になったのあなたは、見たことありますかね？まあなんかこれのポスターがね、なんか海外で話題になってたらしいんですよね。完成度がすげえなと。なんでこの時期にホタルの墓なんでしょうかね？まあなんか短編小説、ホタルの墓、野坂さんのね、短編小説ですよね。で、この作品を原作とした同名タイトルのアニメ、漫画、ドラマなどの、まあ、作品も複数作られていて、特に1988年公開のスタジオジブリ制作のアニメーション映画が、今も世界中の人々に強い印象を残し続けていると。で、このホタルの墓は日本国内で、ドラマと映画でそれぞれ2005年、2008年に実写化されているんですが、これ僕見たことないんですよね。今回、その映画版のポスターが話題になっていたと。で、兄弟を演じた二人の切ない表情が、まあ、アニメ版を強く思い起こさせるようで、コメント欄で多くの外国の人が、まあ、涙の絵文字を残していたということで。じゃあちょっとね、まあ、世界中の人たちのコメントを順番に見ていきましょうかね。まずフィリピンの人を、ポスターの兄弟の表情を見てるとものすごく胸が締め付けられてしまう。で、アメリカの人、いや、このポスターはやばいでしょ。アニメ版でも耐えられなかったのに。なるほど。イギリスの人が、実写版があるなんて知らなかった。アニメでもとんでもなく悲しかったくらいだから、実写版なんてどれだけ悲しくなるか想像もできない。で、アメリカの人が、去年見たよ。ティッシュ用意するの忘れずに。私が言えるのはそれだけ。で、メキシコの人が、日本は私たちの心を粉々にしたいみたいだね。で、フランスの人が、実写版に興味ある人ね、作品ではおばの家族についてアニメ版より掘り下げられていて、兄弟を助けられなかったことをどれだけ後悔しているか、そのあたりのことも描写されている。へぇー。で、オーストラリアの人が、何年か前実写版見た。字幕なしだったけど、それでも大泣き。字幕なしで見て。へぇー。で、アゼルバイジャンの人が、大好きだけど見返すことはできない唯一の作品。カナダの人が、もともとは小説なんだよね。どれぐらい内容に違いがあるのか気になる。で、グアムの人、実写版なんてあったの？間違いなく泣き崩れるけど、それでも見てみたいな。で、パキスタンの人が、アニメでも耐えられなかった私には無理だろうな。フィリピンの人が、自分は実写版も見たけど、アニメ版と全く同じ感じだった。もう一度見るのは無理。とにかく実写版もアニメ版も最高だ。ただ、あまりにも感情を揺さぶられてしまう。で、アメリカの人、日本人に聞きたい、なぜこんな悲しすぎる作品を、1回じゃ飽き足らず2回も作ろうと思ったのか。アメリカの人にこれ言われるとね、じゃあってこっちもね、なんか問いただしたくなりますけどもね。で、アメリカの、また別のアメリカの人が、取りこぼしは許されないという使命感から、笑っていうのがなんかちょっとカチンときますけどね。で、また別のアメリカの人が、実写版見たよ、ポスター見てるだけで涙出てくる。で、スペインの人、子役の二人可愛すぎでしょ。で、アニメ版は見たけど、映画であんなに泣いた、今度フランスの人ね、アニメ版見たけど映画であんなに泣いたのは初めてだった。間違いなく大好きな作品なんだけどね。でももう一度見るのはちょっと無理かな。実写版なんてどうなっちゃうんだろう。で、デンマークの人、全く同じ、見るのを人に勧めるけど、自分がもう一度見ることは絶対にないだろう。で、チリの人が、ネットフリックス版ではこんな感じになりますって、これ。サムネの画像ね。あれですよ、あれ。で、アメリカの人が、ネットフリックスはジブリ作品配信してるのに、なんでホタルの墓だけやってないんだろう。あ、そうなんだ。で、アメリカの人が、両方見たけど、作品の質としてはアニメの方が高かった。で、オーストラリアの人が、日本人はまだ世界を泣かせ足りなかったのか。国籍不明の人が、アニメの実写版は大抵失敗してきたわけだけど、実際のところこの作品はどうだったんだろう。で、アメリカの人が、実写版は心が痛かった。だけどアニメ版の方がより心を揺さぶられたかな。地元に新しい川が生まれたくらいだから。チリの人が、実写版なんて絶対無理。アニメ版はもう一生忘れられないと思う。絶対に名作なんだろうけど、実写は無理だと思う。で、国籍不明の人が、このポスターは切なすぎるよね。アニメ版見た時は心が復活するまで数ヶ月かかった。そんなにもだ。あの感情をもう一度体験するのは無理。
で、カナダの人が、これは無理、アニメ版でさえ2回は見ていないのに、間違いなく実写版も名作なんだろうけど、フランスの人が、アニメ版でも実写版でも私の心は粉々になった。で、またフランスの人が、胸が張り裂けそうになってしまうことはともかく、とてもいいポスターじゃないか。で、フィリピンの人、完成度がすごいね。パッと見ただけで蛍の墓ってのはわかる。で、アメリカの人、日本はどれだけ私たちを泣かせれば気が済むのか。アメリカの人にな、これを言われちゃうのか。で、フランスの人が、このポスターはダメだよ。こんなの泣くに決まっている。で、カナダの人、アニメにしても実写にしても蛍の墓は戦争の愚かさを実によく教えてくれる作品だ。で、イタリアの人、ポスター見るだけで泣けるよ。蛍の墓は間違いなく傑作だけど、こんなに見るのが辛い作品は他にないと思うよ。確か、2012年にはイギリスでも実写映画化の話があったんでしたっけ？なんか具体的な制作会社とかプロデューサー名、も上がっていたらしいんですけど、まあ残念ながら、まあ計画だけでね、結局は実現には至らなかったらしいんですけども、どうでしょうね。例えば日本人のね、日本人の方のコメントなんか見ても、そうですね。例えば小さい頃にね、アニメ版を見てあまりにも悲しい物語でトラウマになったなんていう人もいたりしてね、未だに見ると必ず泣いてしまうっていう声はすごい多いですよね。まあ、名作だと思うし、すごい衝撃的な内容だったから、でも気軽に見ることができないとかね、そういう感想がすごく多いですよね。でも意外に、まあ僕もそうですけども、この実写化してること知らなかったっていう人、日本人の中にも結構いますよね。でもなんか、やっぱりあれですね、内容は、やっぱりほら、アニメ版見てるから、確かになんか気軽に、あ、そうなんだ、なんか面白そうじゃんっていうノリで見ることはちょっとできませんかね。まあ機会があったら見てもいいとは思いますけども。なんか、なんだこのポスターの、なんていうの、出演者のところをパッと見ただけなんですけどもね。松田聖子さんとか出てるのかな。まあ、いや別に見ていないからね、実写版について、あれこれ言う資格はちょっと僕にはないんであれなんですけどもね。例えばこの実写だと、ほらアニメ版だとほらガリガリに痩せてしまうところとかね、なんかもううつろな目とかね、あの辺の表現ってどうやってやるんですかね。なんかそこまで悲壮感とか、なんかそういうのは表現するの結構、でもどうなんだろう、ハリウッド張りの特殊メイクとか使えばなんとかできたりするのかな。ただまあコメントの中でね、ちょっとなんかこう、まあ笑ったというかね、はって思ったのは、やっぱり取りこぼしが許されないという使命感から笑っていうね、アメリカの人のコメントでしたかね。確かこのね、原作者のこの野坂昭如さんは、実話だって言ってたと思うんですけどもね、それ考えると、やっぱちょっとね、悲しくなっちゃうのもわかりますよね。モデルがやっぱり妹さんなんですよね。確か。で、やっぱりこう、例えば、外国の人なんかが、そうですね、やたらすげえおしゃべりなインド人ですら帰りの電車の中、一言も発することができなかったとかね、そんなエピソードもあったりしますよね。でも確か、この蛍の墓って原作者のね、この野坂さんも、あと高畑さんもね、映画監督の、これは決して反戦映画ではないって断言してましたよね。で、まあなんかこの妹節子が亡くなった時、ね、兄貴は内心肩の荷が下りたってほっとしてるんだとか、なんかそういうコメントを発してらっしゃったと思うんですけども、それでもね、それでもやっぱり一日本国国民としては、こういうなんかこのね、こういう話題、改めて話題になってね、アメリカの人がなんかコメントしてましたよね。え？じゃあ市街地にね、空襲かけてね、民間人をね、民間人の命を奪って奪って奪いまくったのは正義だって言ってたと思うんですけど、彼らはなんで悲しくなるんですか、自分たちがやったくせにって、ちょっとどうしても言いたくなっちゃうんですよね。さあ、ご覧になったあなたはね、どう思われましたでしょうか。では今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。